どうも赤松赤崎せよ赤松です。やったー、はい、英語ではラーメン時はめんなりさんということで、時はめんご住所見てください、うん、またも共同です。あ、多いね。調べていきましょうね。あの2分で着くところにございますけども、うん、こちらですね、あのピザ&ワインコナっていうお店知ってます？道玄坂とかにもある、あ、何店舗か、ピザそう500円とかの、お店、林田さんとかを経営する株式会社イングスさんっていうところが、新しく出したお店でございます、はい。で、基本メニュー、ラーメン、つけ麺、混ぜそばなど、あとポルチーニだけ香る塩ラーメンなど、ちょっとおしゃれなものも、ね、あったりする。あと限定麺ですね。で、まあいろいろあるんですけども、この中に右下です、右下、はい、極太汁なし豚麺っていうのは始まったんですね。あ、これだけが、なるほど、インスパイア系だと。そうなんですよ。なるほど。ということで品数豊富ですね。そうなんです、このような形、きれいめのインスパイアでございます。チャーシューをプラス200円しています。後で見せますね、で、コールがですね、ニンニクのみなんですけども、うん、まあいいんじゃないでしょうかというのを後で説明していきますね。あ、理由があるんですね。そうなんです。豚肩ロース低温調理の追加チャーシューが、これ3枚入りますね。別皿で。ね。それから、デフォルトでこのブロックタイプのチャーシューもゴロゴロあるということで、うん、豚の数は非常に多いということです。うんうん、はい、豚数は揃ってると。豚数は揃ってる。ということで、いただきます。まずそのブロックちゃんから、まあ、いきます。これね、プリプリなんですね。これ何個でも行きたくなります、この豚。非常に食感がよろしい。さあ、そして同じ角度からメンマも行きますね。こちらですね、コリコリメンマでね、これまで出会ったメンマでもかなり、あ、なんか笑ってますけども、どうしました？新鮮だったの、食べ方が。新鮮でした、このチャンネルの中で。あ、なるほどね。ちょぼちょぼ食ってます。なんだこれ、確かに。卵黄ですけども、マキシマムいい卵という卵らしいですね。あ、実際にあるらしいです、この卵が。HP 全開しそうな。いや、まあ、回復しそうですけどね。マキシマムトマトね。甘みとコクあり、非常に濃いのが特徴ということで、麺もいきますね、うん。割り箸すすってんじゃないかぐらいのこの太さです。まあ、太いね。でも、強引だよ。カクカクしてます、終わるわ、それは。序盤で混ぜちゃいましょうね、ということでね。で、この麺ですが、大盛りできないんですね、残念ながら。 あとコールもできないんですけども、この麺の太さそれ自体がすごいんで、他のものを足せないというのでも納得しちゃうんですね。なるほど、もう十分かもしれない、ね、そうなんです、で、パイウォーターというのを使っている。パイウォーター、これがですね、あの兵庫にあるロックンビリースーパーワンさんというすんげえ強いラーメン屋さんがあるんですよ。ずっと分からん、分かんねえ言葉が。あと強いってなんだ。いや、すごいのよ、この水ね、マキシマムから分からんのよ。とにかくすごいお水を使ってるんですね。あ、なるほど。どこでも、そう、他の店舗でも使ってるお店はあるということで、さあ、そして汁なしですが、スープがございます、ね、鋭い返しがもうね、口の中に飛び込んでくる、本当に口に槍投げ込まれたぐらいの強さありますって、本当に。割り箸も食うし、割り箸も食うしね、しまくれちゃう。これただね、粘度が低くサラサラしてるんでね、こう何度も何度も混ぜてかき混ぜて足すのがいいでしょう。来たね、来た豚巻き麺、ツヤツヤした、豚の食感好きな人これね、試してほしいですね、ぜひね。プリプリにキュアキュア麺ということで、フィーリング感がすごいですね。2人は2匹はかもしれないですけども、2匹はね。えさあ、ニンニクに移っていきましょう。これニンニクはね、コール食券出す時なんで、これに何も言われなかったら自分から言ってくださいね。忘れることなくて、あと卓上調味料一切ないです。品数は多いんだけど、ね、多いんだけど珍しい。つまりその麺とかあの具材そのものを味わってくださいというメッセージを僕は受け取ってます。これ We got mail ね、いただいております。 We got mail、 そういうことでね、共同麺事情に移りましょう。おっと、そんななんすか。これなんとですね、このお店のあるのがね、農大通りという、はい、あの共同駅南口の 350m の、あの通りなんだけど、そこになんとですね、10軒もお店ひしみき合ってるんですね。すごいね。たった350の間にラーメン屋しかないんじゃないですか、これも。いや、クリーニング屋さんもあります。そうそう。いや、ラーメン屋がこぞっていくクリーニング屋だ。あ、なるほどね。洗うでしょうね、いろいろの。あ、そんなこと言ってる。はい、すごいな。存在ですということでね。いや、マシマシレベルとしてはですよ、まあ、82.2 ということで、低めではあるんですけども、あの、その農大通りのラーメン事情をこう活性化させる1店舗であるということなんですね。
なんか昔から共同はね、ちょっとラーメンのあの、はい、激戦区として、ね、雑誌に載ってたんですよ、実は。そうなんですね。そう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 。だから僕個人的には池袋とか新宿レベルの場所なんだなっていう意識はあったんですけど、うん、なんかラーメンブーム去った後に一回落ち着いちゃったんだよね。あ、そうなんですか。そうそう、それがあの先日のあの内出の小槌さんとか、はいはい、あの千葉からさんとかどんどん進出してまた今盛り上がってる。ここ数年の。そうなんですよ。あの聖夜本店もある。あ、はいはいはい。でしょ。だから農大通りってね、駅からのあの 東京農業大学かな、うん、はい、東京農工大学かな、農業大学かな、ダンク大根持って踊る。うん、農業大学かな。農業じゃない。農業か。農業じゃないですか。の工学はないと。まあ、さっぱり妖精。あ、さっぱり妖精ね。あ、どさくさ妖精。どさくさか。どさくさ妖精。どさくさ妖精。大混乱の方だ。大混乱。魔法陣くるくるのね。あ大根持って大混乱のね。そうそうそう、まさに。そこら辺だよ。どさくさ妖精。あ、どさくさ妖精でおなじみの共同ということで。あ、まあまあまあ、多分影響はあるでしょう。共同の地ロケ一日で全部回ってください。やばいね。その通りの。やばいね。共同落ち。Thank you.